早く20歳年取りたい、早く20歳年取りたい、早く20歳年取りたいですね。フジテレビューをご覧の皆さん、高杉真宙です。なおです。次に挑戦してみたい、なかなかそういう声優でしかできない役とかって何かありますか？そうですね、今回石とか流星とかってやっぱり人以外ができるっていうのは魅力的だなと思うので、動物とか、しかも人の喋り声じゃない動物とかちょっとやってみたいですね。ニャーとかワンとかじゃなくて、なんかそういう特殊な動物というか、恐竜とかそういうのやってみたいです。ちょっと喋る妖怪とかすごくこう好きなのでやってみたいです。爪こすりが好きなので。爪こすり、はい、爪をこす。了解ですか。爪こすりみたいな。ワンフレーズやったら爪かじりの人間ですか。爪かじり、ちょっと強く進化してる。あ、じゃあ爪こすりですね。人の喋りじゃないんですね。そうですね。それの方が難しいですよね。そうですね。どう言ったでしょうか。めちゃくちゃハードル高いやつの人です。いや、すごくイメージができました。すねこすりの。すねこすり。僕すねこすりあるんですか。いや、違います。僕恐竜です。すねこすり対決か。僕恐竜なんですけど、恐竜は簡単ですけど、めっちゃ恥ずかしいですけど、どうしよう。すいません。早く40歳になりたいんですよ。そうなんですね。そうなんです。なんか大人じゃないですか。大人、まあ確かに。何て言うんですかね、なんか渋い人になりたいなっていうのがすごいずっと前からあって、うん、なんか今の年齢の願いなんですけど、まあ、40歳になったらもしかしたら20年はかかりたいと思うのかもしれないですけど、なんか今はそう思ってます。うん、なんかいい BGM の流れた、ジャズとかが流れた、僕お酒飲めないんですけど、本当は。でもなんか、ロックでお酒飲まないと、ちょっとやりたいです。大人ですね。大人なんですよ。渋い。はい、私は一発ギャグが欲しい、一発ギャグが欲しい、一発ギャグが欲しい。あー、いいっすね。やっぱり、そういう、何もないんですよ、本当に。何もなくて、これといった特技もないので、そういうなんか、お願いして、星から取ってきたな。もう絶対に受ける鉄板みたいなものが降ってきたら嬉しいなと思います。高杉さん、ございます？ないです。やめなさい。ごめんなさい。危ない危ない。鳥に願いましょう。いや、もう本当に願いたいですね。恐竜であれですよ、だって。一発ギャグなんか本当に広いですから、本当。すごくいいなって思うのが、ツタヤ行ってその後に家具を見に行くっていうのが結構憧れのデートですね。二人でこう見る映画を、これが好きとかパッケージを見ながら選んで、その後何でもない家具を見に行って、最近こういうのあるんだ、何に使うんだろうねとかっていう会話を普通にできたら楽しいなって。めちゃくちゃおしゃれなカップですね。長そうですよね、付き合いが。なんかそんな感じですね。そういう憧れもあるんだ。なんでもない感じがすごい。なんでもないですね。僕、最近友達と3人で公園に行ったんですよ。で、フリスビーしたんですけど、楽しくて、そう。なんで男3人でフリスビーやってんだろうと思ったんで、なんか公園デートとかいいなと思いながら、はい、思った。いや、でもいいです。なんか、それこそ40になってもフリスビーしてたんですめちゃくちゃ挟みます。
おしゃれな音楽聴きながら。そういう感じになりたいです。私、入浴剤ものすごくちょうどハマってて、なのでお風呂に結構長く浸かるんですよ。どうしても家帰って冷えてるので絶対に。お風呂に少しでも浸かるっていうのはおすすめだなと思います。自分が実際に今やっていて。僕はもう単純なんで、ヒートテック2枚着れば大丈夫だろうと思って、ヒートテック2枚着てます。上下。それしか対策してないですね。カイロはすごく苦手なので、カイロはあんま使わないんですけど、そのヒートテックは2枚分けしてます。結構でも室内は暑くないですか？暑いですよ、めちゃくちゃ。だからいつも腕まくりしてるんですけど、なんか寒いのが一番嫌なんで僕。そうなんですよ、だからそうしてます。